今回の企画展では、江戸時代に成功を収めた松坂商人長谷川家の第11代当主加藤が全国各地から収集した江戸から大正にかけての餅に関するさまざまな資料を展示しています。加藤は餅に関するさまざまな資料を収集し、大正9年には収集した資料を展示するための施設として日本初といわれる餅の博物館餅の屋を長谷川邸の一角に建設し、訪れる客人を招いていました。餅の屋は昭和16年頃に閉館し、平成の初め頃に取り壊されましたが、展示資料は長谷川邸の蔵に大切に保管されていました。今回は加藤が記した餅に関する書物や餅の屋で使用されていた餅の屋銃など80点を展示しています。この企画展は5月14日まで開かれています。